の洞窟入れない。ああ、それだったら。え、フェアリーが入れるようにしてくれる。そうか、オイラも昨夜森の中で光見た。あれがフェアリーだったか。お前もウェンデルに行くところか。オイラもセイとウェンデル行きたい。だってかつて獣人たちは人間たちから迫害され、いつしかこの夜だけの森、月夜の森に隠れ住むようになっていった。だがここに一人の獣人が立ち上がった。獣人王、彼は獣人たちの国家ビーストキングダムを建国し、いつの日か人間界に復讐すべく機会を伺った。これはこれは獣人王様、本日もご機嫌麗しゅう。いよいよ人間どもに復讐する時がやってまいりました。世界はマナの変動によって大きく動き始めております。今がチャンスですよ。お前何者だ。申し遅れました。私は死を喰らう男と呼ばれております。人間どもへの復讐というところで、目的は一つ。及ばずながらお手伝いさせていただきます。よそ者の力はいらん。伏せろ。お助け。わかりましたよ。もしお気持ちが変わって私に闇の呪法の力が必要になったら、また参ります。待て、お前にチャンスをやろう。さすがは獣人王様、何なりとお申し付けください。必ずやご期待に沿うことでありましょう。ビーストキングダム、獣人王の息子ケビン。獣人王と普通の人間だった母親の間に生まれたが、その母も幼かったケビンを置いて去ってしまった。子供心に深い傷を負ってしまったケビンは、心を塞いだまま獣人王の後継者たるべく冷徹な戦闘マシーンとして鍛えられていく。ところがそんなケビンも、森で母ウルフに死なれ一人ぼっちになったチビウルフカールとの出会いで、優しさと愛に目覚め始めていた。カール、よく眠ったか。カール、それ犬の鳴き方。お前チビだけど誇り高きウルフ。ウルフの鳴き方、こう。カールとオイラよく似てる。お前
ウルフなのに犬みたい。オイラ獣人なのに人間の血流れてる。それに二人とも母さんいない。大丈夫カール、大切な友達、お前の母さんの分までオイラカール守ってやる。カール、どうした？カール！オイラ、カールと戦えない！カール、一体どうした？やめろ！体が言うことを聞かない。そんな。ガール！ガール！なぜこんなことに。突然湧き上がった野生の血、獣人に変身したケビンはカールを手にかけてしまった。カールとよく行った思い出の花畑に小さなお墓を作り、悲しみに暮れるケビン。ごめんよカール、ごめんよ。それからどれぐらい森をさまよったろうか。いつの間にかビーストキングダム城に戻り着き、ただ佇むばかりであった。オイラカール、守ってやれなかっただけでなく、この手でカールを。オイラに流れる獣人の血、オイラはなぜ、オイラはあの時獣人に。獣人王なら何か知ってるかも。獣人王様の命により、我ら獣人軍はこれより
人間界に侵攻を開始する。最初の目標は生徒エンデル。今まで人間たちに虐げられた恨み、今こそ晴らさん。人間たちの心の拠り所である生徒エンデル真っ先に叩き、人間たちに精神的ダメージを与えてやれ。うわあ！ケビン、よく聞け。我々親衛隊が城塞都市ジャド、そして生徒ウェンデルを落とす。どうだケビン、獣人王様はお前じゃなく、この俺ルガーを人間界侵攻の隊長にお選びになった。お前じゃ頼りにならんとさ。壁の向こう、話し声聞こえる。この声は、ご苦労であった、死を喰らう男よ。そりゃあもう獣人王様のご命令ですから。いかがです、私め闇の呪法の力は。たかが子供の狼一匹凶暴化させてケビンを襲わせただけではないか。まあよい、予定通りケビンの野生を引き出せたからな。これで奴もより冷徹な戦闘マシーンとして完成していくことだろう。お前はもう帰っていいぞ。え？そんな獣人王様！ケビンか。待て、獣人を。ケビン。いい目だ。その憎しみ、己の体内を駆け巡る血の熱さ、忘れるなよ。バカ、頭を冷やしてこい。おい、死を喰らう男とか言ったな。へへ、ここにおりますです。ケビンをお前に任せる。ははは、
お助け。私は獣人王様の追いつけで仕方なく。お待ちください。こうしてあなたの後を追いかけてきたのは、お詫びにカールさんを生き返らせる方法を教えしようと。ビーストキングダムの皆さん、聖都ウェンデルへ進行なさるようですが、ウェンデルの光の司祭、こいつなら生き返らせる方法を知っていると。嘘をつけ。いや本当ですってば。でもお急ぎにならないと、ルガーさんたちが先ほど出発されましたから、先に司祭は殺されてしまうかも。セイとウェンデル、どっち？こちらでございます。この月夜の森を進み、ミントスの村から海沿いに道なき道を行けば、城塞都市ジャドに出ます。ジャドからならウェンデルも比較的近いですよ。さあ急がないと、ルガーさんたちより先にウェンデルにたどり着けませんよ。彼らに見つからないように。私もこうしているところを見つけられたら。では私は失礼しますよ。カール、待ってろ。ウェンデルの光の司祭に生き返りの方法聞いてくるから。オイラの大事な友達カール、獣人を、あんなやつ父さんじゃない。だから母さん逃げ出した。母さんどこかで生きているだろうか。会いたい。ケビンは心の底から父、獣人王を憎んだ。同時に大切な友カールを手にかけた自身の獣人の血を呪った。聖都ウェンデルへ進行を開始した獣人たち、光の司祭にあってカールの命を取り戻すべく、ケビンもまたウェンデルを目指す。の洞窟、モンスターいる。オイラ、お前、力合わせる。一緒に行こう。オイラ、ケビン。オイラ、やる。もうせっかちね。ちょっと待ってて。今結界を解くから。さ、これでオッケーよ。でもあんた、よく一人でここまで来たな。オイラ、獣人王の息子、戦うの得意。そうか。
じゃあ魔物が出ても気にかける必要はなさそうだな。一緒に行くのはいいが、俺の修行の邪魔をするんじゃねえぞ。慣れるしかないな。美少女がこんなところで一体どうしたんだ？危ないな。だって、ウェンデルの新刊ヒースはパパもママもいないシャルロットのことをいつも優しく見守ってくれる素敵な好青年でした。そんなヒースがおじいちゃんに頼まれてアストリアの方に調査に行くと聞いて、シャルロットはなぜか嫌な予感がしたのでございまち。大好きなヒースにもしものことがあっては大変と、ヒースの後を追いかけおじいちゃんに内緒で一人神殿を抜け出すシャルロット。しかし運命のいたずらか、やっとヒースに出会えたのに突如現れたへんてこな親父がヒースをさらっていってしまったのでありました。ウェンデルに帰りたくても洞窟に入れなくて困っていたんですが、アンタさんが結界を解いてくれたおかげでようやく。ところが道を間違えて落っこちてしまいましたとさ。そこへ偶然あんたさんが、もう少し遅かったら今頃、なんてかわいそうなシャルロット。しょうがねえな。俺も光の司祭に会いにウェンデルに行くところだから送って行ってやるよ。ついてきな。なんだ、あんたさんうちのおじいちゃんにご用だったんですか。じゃあシャルロットを助けてもバチは当たらんでちよ。こう見えてもシャルロットは光の司祭のお孫さんですから。ま、でもここからだったらウェンデルは目と鼻の先でち。別にアンデションの助けはいりません。そっちこそ迷子にならないように。ではでは、バイビー。おい、ちょっと変な子供だったぜ。
ここがウェンデルか。早く光の司祭のところに行こうぜ。ここまで連れてきてくれてありがとう。さあ、早く光の司祭様に会いに行きましょう。今宵はもう遅い。また明日参られよ。それどころじゃねえんだよ。獣人がジャドもアストリアも占領し、ここに攻め込もうとしてるんだぜ。それに俺はフェアリーに取り憑かれちまったし。なんとそれは大変。すぐに司祭様にお会いになってください。あなた方がマナの女神様の祝福を得られますように。あんたが光の司祭か。さあ、俺にクラスチェンジの方法を教えてくれ。俺は強くなりてえんだ。やめておけ。お主ではまだまだ経験不足。とてもクラスチェンジなどできん。なんだと。お主もマナストーンという名前だけは聞いたことがあるじゃろう。十分に経験を積み、マナストーンから力を得られればクラスチェンジが叶う。くぅ、そんなかったりいことやってられっかよ。俺は今すぐ強くなってあのグレンの魔導士を倒してえのに。光の司祭カール、生き返らせて。大切な友達チビウルフカール。お主名は。そうか、よく聞けケビン。命ある者、いつかは死というものが訪れる。それは避けては通れない生きる者の宿命。命は一つ、かけがえのないものだからこそ尊い。だがそれはまた新たな命の誕生につながっている。カールの命は戻らぬが、その魂は今もお主の心に生き続けておるじゃろう。それじゃもうカールは。お主の心の中にカールが生き続けてさえいれば、いつかきっとお主の前にカールの生まれ変わりが現れる日が来るじゃろう。そんな囚人を、おいら絶対許さない。カールの敵撃つ。ちょっと待って、先に私に話させて。司祭様、私はマナの聖域から参りました。世界からマナが減少し、聖域のマナの木が枯れ始めています。なんと大変じゃ。マナの木が枯れればマナストーンに封印されし神獣たちが目覚め、世界は滅んでしまう。ああ、なんだかさっぱりわからねえ。何を人ごとみたいに言っておる。お主はフェアリーに選ばれし者。お主が聖域に行ってマナの剣を抜かねばならんのじゃぞ。なんだって。見てないよ。おいフェアリー、どういうことだ。ごめんなさい。マナの減少によって、私たちは聖域の外では誰かに取り付いていないと死んでしまうのよ。あの時あなたに会ってなければ今頃。はいはい、それよかったね。じゃあもう
お役ごめんなんだろ。さっさと俺から離れて、そのジジイにでも取り付いてくれ。それができれば苦労せんわい。フェアリーは一度宿主を選んでしまうと、その宿主が死ぬまで一生離れることができんのじゃ。そんなバカな、俺は行かねえぞ。そのマナの剣だかバカの剣だかには用はねえからな。おお、あなたグレンの魔導士を倒したいんじゃなかったの？マナの剣を手に入れれば最強の戦士になれるよ。な、てめえ、人の頭の中覗いたな。ちょっと待てよ、そのマナの剣ってのは一体何なんだ？マナの剣、それは全ての精霊を司る古の力の象徴。マナの女神が世界の創造に用いし黄金の杖の仮の姿。マナの剣を手にせし者、世界を支配しうる力与えられん。その剣、今なおマナの木の根元に密かに眠らん。マナの木が完全に枯れてしまう前にマナの剣を抜くことができれば、マナの女神様は再びお目覚めになって世界をお救いくださり、望みも叶えてくださるじゃろう。よし、その剣を手に入れて愚連の魔導士を必ず倒すぜ。で、そのマナの聖域ってところにはどうやって行くんだ？ごめんなさい、マナが減ってしまい、私にはもう聖域への扉を開くだけの力は残っていません。世界のさまざまなところにマナストーンと呼ばれる真珠が封印されし、8つのエネルギーポイントがある。これらのマナストーンからエネルギーを解放すると、マナの聖域と現世をつなぐ聖域への扉が現れる。この扉に入ればマナの聖域へとたどり着けるのだが、マナの女神が眠りについた時、聖域を現世から封じるため8つのマナストーンのエネルギーは封じられてしまった。どうすれば？大昔には古代魔法と呼ばれる呪法によってマナストーンのエネルギーを自在にコントロールすることができたと言われている。しかしその呪法をめぐり利権を奪い合う国々によって戦乱が起き、世界は神獣以来の危機を迎え滅亡寸前にまで行ったことがある。かろうじて生き残った者たちは同じ過ちを繰り返さないよう、その古代魔法を禁断の呪文として術者の命を奪うような呪いをかけ封印してしもうた。今では失われた魔法として誰も知る者はいない。お手上げか。一つだけ手があるよ。マナストーンの近くには必ずその属性の精霊たちがいるはずよ。彼らの力を借りることができれば、残されたマナの力で私でも聖域への扉を。その手があったか。お主たちが通ってきた滝の洞窟の上には光のマナストーンがあると言われている。滝の洞窟で光の精霊ウィル・オ・ウィスプを見たという者も多い。まず手始めにウィル・オ・ウィスプの力を借りに行くのじゃ。フェアリーと共に滝の洞窟へ行って調べてみるといい。フェアリー、もしかしてお前らと一緒に行けばオイラの願い叶うか？もちろんよ、一緒に行きましょう。マナの女神様がお目覚めになればカールの命を戻してくださるかも。よし、
オイラもついていく。ダメだ。これから先の道のりは長くて危険だぜ。君みたいな幼い子がついてこられるような旅じゃない。早くおじいちゃんのところに帰りな。ヒースのことは俺たちに任しておけ。きっと探してやるからさ。意地悪。シャルロットはヒースのことが心配なんでち。こんなにお願いしてもダメでちか。もういいでち。ケーチケーチバーカカーバいいだ。オイラやる。協力してぶっ飛ばすぞ。急いで倒して行こう。
これがフェアリーが言ってた横穴だな。向こうに渡るにはどうしたらいいんだ。か、あなたたち飛べないんだもんね。でもここなら滝の水からマナの力を振り出せそうね。あなたたちを向こう側に渡せるかやってみるよ。強そうなのが出てきたが、こいつが光の精霊じゃないよな。こいつは光の精霊じゃないわ。巨大な魔物よ。でもなぜかこいつからマナの力を感じる。一体どうして。どういうこと。オイラ難しいことをわからない。悩んでいる暇はなさそうだ。こいつを倒してから考えるぞ。行くぜ。逃がさない。覚悟しな。どうだよ。もんじきれ。
俺っすよ俺。この俺が皆さんが探してるウィル・オン・ウィスプっす。あのフルメタルハガーの体内に封印されてたっす。おかげさんでやっと封印が解かれました。事情はさっき皆さんが戦ってる間にフェアリーさんからテレパシーで聞いたっす。いや大変っすね。フェアリーさんもそうっすけど、僕ら精霊はマナがなくなっちゃうと存在できないっすからね。マナを救うためにも協力させてもらうっす。ねえヒッさん、光のマナストーンは？ちょうどこの真上、古代遺跡の奥深くにマナストーンはあるんすけどね、ちとここからじゃいけないっす。マナストーンはまだ無事っす。でも非常に不安定な状態なもんすから、いつか神獣が封印を解いて復活しちゃうかも。仲間の精霊たちを一刻も早く見つけ出して聖域への扉を開きましょう。さっきの衝撃で穴ができてる。近道できそうだぜ。慣れるしかないな。お前らのおかげで滝の洞窟の結界が消え、牢をせずして聖都ウェンデルへの進行が可能になった。その礼をさせてもらっただけのことだ。ありがとうよ。よし行くぞ。聖剣伝説3トライアルズオブマナ